こんにちは。今回はね、千葉の竹岡式ラーメンってやつです。これは東照寺のスープはポークとチキンの旨味を合わせたベースに本格醤油口醤油を使用しました。これに玉ねぎを中心とした、香辛野菜の甘みを強調し、胡椒で引き締め、すっきりとしたコクのある、味わいということで、また食べたくなるラーメンでございまして、よいしょ、竹岡式ですね。のあれもこれ確か木更津の方にあるのかな、でございます。ではいただきたいと思います。子供やはり玉ねぎ好きですね。あの本当千葉県ってのはね、でこういう風に、ありますけど、なんだわかんだ玉ねぎ出てんだみたいな感じなんですけど、つまりこれも シャリとしてネギの味わいとなかなかあってですね。でこの味わいが良くて、結構のいい味ですね。で、非常に良い味で。非常に玉ねぎのシャキシャキ感と、このメンマのコリコリさがいいですね。ほんと刻んだ玉ねぎがいいです。勝浦の担々麺にしてもそうですけど、アギダンにしてもそうなんですが、やたらね千葉って玉ねぎ入れるんですね。あの千葉県はピーナッツがね、まあ有名なんですけども、なんだかしながら玉ねぎもたくさん取れるのかね、なんか玉ねぎがたくさん入ってる。私玉ねぎは嫌いじゃないのでね、まあいい方なんですが、にしても玉ねぎの量がすげえなと思う。みんなこの千葉の特有玉ねぎってちっちゃくてね、このゾーンにシャキシャキしてるんですが、でも全然甘みがあってですね、なんていうの、そんなに酸っぱいっていうような感じではないし、で麺も柔らかいし、お肉の方もですね、豚バラのお肉の方もしっかりとしていて、歯で噛んでも簡単にちぎれること、それでいて厚みがあって、なかなかしっかりとした味ですよ。で結構ないい味わいで、なかなか良くてね、で結構ないい味わいだなと思います。結構な甘みと、おつまみがあって。
なんていうのかね、ほんと醤油ベースでね、しっかりとしてます。で、醤油もやっぱりちょっと濃さがあって、まあ同じこの醤油だとアリランってラーメンがありますが、アリランと比べると、まあアリランの方が若干ちょっと辛さがあるね。でこれも辛いことは辛いけども、でもアリランほどの辛さはない。まあちょっと辛いぐらいかなっていうぐらい。でアリランはこの色じゃなくてもっと黒いんですよ。もう富山のブラックラーメンみたいなものすごい黒いんだけど、これに関しては、まあ黒いはこれも黒いですけど、でもそれほどものすごいパッと見て、えっていうぐらいになることですごい驚くぐらいの黒さではないので、まあごく至って、一般的な醤油ラーメンかなって感じ。味わいは悪くなくて、刻みの、海苔でね、刻みした玉ねぎが非常にいい味とバランスを出してるなって感じです。どうもありがとうございました。